どうも。世界100億人の数少ないからコバの皆さん、おはようございます。ハロン西です。11月22日朝です。朝です。はい、今日はいろいろお話ししましたけど、ネタも対決していきます。よし、待ちに待った。おう、うん、なんといってもしかも今日は6連敗なるかもしれない。そうなんだよね。それを阻止する。うん、まあ、今日負けたら7連敗だけどな。なあなあ、うん、7連敗でしたか。今日負けて7ですね。そんな、うん、はい、ボコボコにやられてるからね今。嫌ですねまさかね、多分ですけど10万勝った、10番勝ったからこうですよね。だね、その流れだね。こんなね、こんな触れますか荒すぎでしょそんなことないよ、2人でやってるしね。うん、そうですね。まあまあまあ、うん、はい、じゃあ今日一組お願いします。今日一組、うん、ズッキーさん、お、今日は絶対に先生僕か負けねえかんな。普通です。普通かい。普通かい。普通かい。はい、というわけで楽しんでいきます。はい、はい、いきます。はい、どうも。どうも。はい、今日の結果発表していきましょう。しましょう。はい、昨日まで僕たち6連敗で、うん、はい、一体どうだったのか、うん、はい、しかも今日は対決企画もありました。ありました。はい、対決の結果は言いますか。うん、結果は言わなくていいんじゃないかな。対決の結果は言いません。はい、じゃあ僕たちの結果どうだったのか、はい、はい、じゃあ発表お願いします。結果、はい、さだま、さだま、でも、あ、でもはい、いや僕ら今日はね、はい、まずは、普通に勝ちました。あ、ね、勝ちました、はい、うん、勝ちました。勝って、うん、結果さだま、うん、さだまっていうか、まあ、投資か、投資が5000発でしたね。まあまあまあ、もっともっと少ないですけどね、分かりやすいボタン借りて5000発って感じですね。でしたね。はい、投資は5000発、うん、で回収が随分増えまして、はい、28,593玉。すごい、そんなはっきり覚えてるんですか。うん、覚えてる。すげえ。そう、覚えようと思ったら覚えられるから。おお、はい、で結果、はい、23,539玉。おお、はい、で、はい、勝ち額はそこまで覚えてないな、まあ、8万ちょっとかな、はい、プラス、うん、でなりました。無事、うん、7連敗回避。よかったよ。嬉しいですか。めっちゃ嬉しい。あ、そうなんですね。うん、7連敗ってだってすごいよ。1ヶ月20日稼働できるとしてさ、うん、そのうちの7回が連敗でしょ、はい、3分の1よ。お、うん、それが7回続きいったってなったらね、まあそれはメンタル削られるわね。へえ。へえじゃないよ、お前は。へえじゃない。削られるんですね。削られるよ。削られる。嬉しいですか。嬉しいよ。すげえ嬉しいよ。すげえ嬉しいけど、嬉しくないの。いや別に。別に。もう唇はこうね、口角上に上がってるけど、そんな嬉しくないの。もうなんとも思わないから別に。なんとも思わない。もう。はあ、そう。もういいよ、いいよ。まあ勝ったぐらいね。もうちょっとピリ飲みたいなと思うんですけど。すいませんね、ちょっと。そうですね。なんだ今の。何今。特になんと思わないですけど僕はね。あ、思わないんだ。はい。じゃあ、もう一回飲んでみてよ、ちょっと。いいですか。うん、もう一回飲んでみて。これ嬉しい時のビールのやつだね。ふうじゃないです。嬉しかったんでしょ。ね？負け回避できて、プラス8万ちょいできて。よかったー。よかったよかった。同じ気持ちでよかった。やっとでしたよ。よかったよかった。うん、僕はまた明日からもね、うん、プラスになってくれりゃいいね。そうね、だいぶ期待値高い稼働してますよ僕たち正直。うん、うん、いや絶対そのはずだよ。うん、うん、今日はねリングの199をまあ中心に言ったんですけど、うん、まあ10日ボーダーが 16.7 かな、うんうんうん、ぐらいなんですよね、うん、ただ、まあ、ち
超球増やせるんですよ、うん、あの台は。そうなんだね、うん、デンサポ中の止め打ち、うん、ひねり打ち、うん、さらにね、デンサポ中に左にも打ってへそも食べれるという感じですよ、うん、最高最高。ザクザク増える、ザクザク増える、うん、めちゃくちゃ増えたもんね、本当にね、うん、デンサポ中ね、80回ぐらいあるけどさずっとひねってんのね。で、検証になるぐらいずっと僕やってたんですけど、あの走り抜けると大体あの下皿あのいっぱいになるんですよ、うん、球を抜いてくださいってね、うん、そうそうそう、まあそこまでいかなかったけど、そういっぱいになるぐらいになって、うん、こんな増えんだなって思って、それを毎電サポーごとやるからさ、うん、まあ、最初なんでこんな増えんのって言ってましたもんね、うん、最初西村さんがね、当たっただ止めてたんで、うん、もったいないです、もったいないです増やすチャンスですからっつっておい、なんかどういうことどういうことそういう台ですからってこれなんで増えんのって言ったら昇級3個なんだよって言われてあ、そういうことねって思って、おまけ入賞とかでね、今までの台は増えてたイメージあったから、そうそうそう、3個も帰っていくんだと思って。そうなんですよ、うん、昔の台はあるんですよ、昔の台はそういう感じなんですよ、はい、良かったよ、あと僕、吉村さんなんで左に打たないんですかって言った時になんか切れてませんでした、ああ切れた切れた切れたわけじゃないけど、いや、やったけど入んなかったんだと思いながら下げんなって一本で入ってんだろうか、いやいやいやそれ切れちゃう、まあまあ、素直になってください、うん、はい、それはまあ普通に反省して、はい、そこからちゃんと全部入れてるって、うん、はい、まあ3個ぐらいですね、うん、なんで3個ぐらいでいいかって分かります？分かんない、あ、ひねり打ちした時に球が左行っちゃうじゃないですか、うん、だから左行っちゃってへそにも入っちゃうこともあるので、うん、だからまあ4個は別に埋めなくていいかなっていうのは僕は思ってます。ああなるほどね、うん、もう時短終わる、例えばじゃあラスト、はい、あ、違うじゃねえや、 ST、はい、ラストじゃあ4回転になりましたと、はい、言った時も3つのまんま、あ、まあまあラスト4回転ぐらいだったらやってもいいし、あ、まあ、やんなくてもいいしって感じですね、はいはいはい、ラスト4回転でも当たることあるので、ラスト4回転プラスザンホリーの電柱で当たることもあるので、うん、はい、確かに、うん、ただ3個ぐらいでいいですよと。しかもね、4、5って入っちゃうかもしれないんでね、3で左に打ってっていう、あ、はいはい、2個3個打っちゃうとね、うん、はい、っていう意図があったんです。あ、了解しました、はい、これだと聞こえねえんだよな、細け説明とか、うん、はい、聞き返すのめんどくさくなんだよ。いやいやいや、だったらちゃんと聞いてください何ってなる、プロがいるんだよ、僕は進行に対してはプロですから。そうな、もうそれは頼りにしてます、はい、はい、うん、今日はそんなところですかね、そんなところです、はい、じゃあまた明日頑張ります、はい、はい、バイバイ。チャンネル登録してね